Yo. Now listen, yo. What you waiting for is the noisy drive. We're back.なんなんすかね、カプチーノなんて軽ですよね。舐めてるのかな、あんなの出してくるなんて。お前何も分かってねえな。え、去年アキナの86が初めて出てきた時、群馬エリアの走り屋たちはみんなそういう目で藤原を見ていたんだ。86なんて古い車でパワーもないからな。だけど結果は全員が負けた。ナイトキッズも俺たちレッドサンズも。向こうはそれと同じ利点を生かしてきたのさ。どっから引っ張ってきたんだよ、あんな隠し玉を。その言い方だとあれのヤバさが分かってるみたいだな。まあな。こんなことを敵のお前に言うのもなんだけどな、あの車で86に勝っても嬉しさ半分って気分だぜ。正直言うと、こんなとこでこんな形で86が負けんのを見せられるのはちょっと辛いんだ。あいつが負けると決めつけるなよ。勝負は最後までわからないぜ。いや、わかる。かわいそうだが今度だけは勝ち目がない。決めつけるなと言ってるだろ。車対車で見れば確かに86の勝ち目は薄い。だけど車を走らせるのは血の通った人間だぜ。ドライバーとドライバーの勝負になれば何が起きるかわからない。こっちのドライバーが下手だと言いたいのか。坂本の腕は確かだ。エマはしない。そういう意味じゃない。お前は分かってない。奴の本当の凄さ、理屈じゃないんだ。同じチームでやってれば分かる。常識の枠をぶち破る天才ってのが世の中にはいる。
悔しいけど、俺はそれを知ってるんだ。ま、見てろって。雨は嫌だな。足元は滑るし、濡れるし。贅沢言うな。雨の中でバトルする匠はもっと大変なんだぞ。そうだよな。雨の中のダウンヒルなんてゾッとするよ。池谷先輩も健二先輩も、匠は雨なんてへっちゃらですよ。忘れちまったんですか、雨の妙義での走りを。まあそれはそうだけどな。なんせ俺はこの体で匠の神業を体験してますからね。雨のバトルで匠が負けるなんてありえないっすよ。先行とは通り、どっちにします？雨となると、ペースを作る先行の方がプレッシャーがかかるけどな。それでも俺としては先行の方がいい。俺たちラリーは、基本的に追いかけっこは専門じゃないし、勝負を長引かせたくないんだ。できれば1本目で終わらせたい。わかりました。俺も同意見です。先行で行きましょう。藤原、走り出せばわかると思うけど、お前がショックを受けるぐらい速い車だと。コーナーで離されてストレートで追いかける展開になるだろう。今までやってきたバトルとは全く勝手が違う。そこでアドバイスだ。今までやってきた中で一番苦しかったバトルを思い出してみろ。自分がやられて一番嫌だと感じたことを今日はお前がやるんだ。ヒントを言うなら、例えばエンペラーの須藤恭一のやり方、あれなんかは有効だ。忘れるなよ、今までとは正反対の発想がこのバトルの勝利の鍵だ。凌介さん、藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか。変わりましたよ。なんていうのかな、以前はもっと単純で具体的でしたよ。簡潔に何をどうしろっていう風に。でも今日のは少し難しいっていうか、藤原に自分で考えて選択させるような、そういうアドバイスに変わってきましたよ。それだけ藤原が成長してきているってことなんだ。俺はな、松本、 D のバトルの中で圭介と藤原にあえて課題を投げかけるように仕向けているんだ。薄々感じてましたけどね、そうじゃないかって。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはその課題のおかげですよ。だけど今回は少しやりすぎたかもしれないな。相手があることだし、全て予定通りにはいかない。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったかな。わからない、こんなこと今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。どうすりゃいいんだ。前を走る車と同じスピードでコーナーに進入できないなんてこと今まで一度もなかった。
く俺には分かんないんですけど。86の車重はどれくらいある？900、560ってとこですかね。そうだ、1トンを下回っているけど、カプチーノはそれより軽いんだ。700キロ強ってとこだろう。はあ。その差は250キロ。車の重さに比例してコントロールが難しくなるのはお前も知ってるだろう。いわゆる慣性質量っていう足かせがつく。その250キロ分カプチーノの方が有利ってわけですか？軽量化に勝るチューニングはないってことさ。じゃあこのバトルは？勝負を決めてかかるなと言ってるだろう。あいつは常識の枠じゃ測れないってな。路面とタイヤとの接触面での摩擦の割合、μが低ければ低いほどコーナーではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だ。そんな車はこの世に存在しない。だったらコントロールできないアンダーステアより、コントロールできるオーバーステアを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。悪路を走るラリーの世界じゃ四輪ドリフトは基本だぜ。それにしてもよくついてこれるもんだ。振り切れそうで振り切れない。この雨がくせもんだ。俺でも正直雨は怖いぜ。クラッシュさせないための安全マージンをどれだけ取ればいいのか、正確なところは誰にもわからないんだ。奴の方が危険を承知で攻めてきてるってことか。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいだな。このバトル、相手サイドが何を出してくるのか正確な情報をキャッチしたのは一昨日のことだ。正直ヤバいかなと思った。これは俺のミスだと。ミスですか？凌介さんでもミスするんですか？しょっちゅうさ。ハッタリでごまかしてるけど内心はヒヤヒヤものなんだ。だが今回は月が味方してくれている。誰にも計算できなかった不確定要素が俺のミスを帳消しにしてくれるかもしれない。不確定要素？わからない。凌介さんのアドバイスの意味が。エンペラーの京一さんのやり方ってなんだっけ？ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理だ。どうすりゃいいんだ？追いつけもしない相手に勝てるわけない。不確定要素というのはこの雨のことだ。じゃあこの雨が藤原にとって有利な材料だと考えているんですか？それはセオリーとは逆ですけどね。雨で路面のミューが下がってタイヤのグリップでごまかしが効かない状況になれば、
重量のハンデはさらに重くのしかかってくると考えるのが普通だと思うんですけど。そこに盲点があるんだ。サーキットみたいな場所で昼間ならそのセオリーも当てはまる。だけど夜の峠に降る雨は別だ。そういう状況では車よりドライバーの能力に比重が移る。しかもドラテクを超えたプラスアルファの能力が問われる展開になるんだ。プラスアルファ？そこにチャンスは生まれる。高すぎたと思っていたハードルをちょうどいい高さに調節してくれる。この雨がその不確定要素だ。藤原が持っている強い運が降らせた恵みの雨かな。ストレートの後半でいくらか差が詰まる。ストレートの伸びだけはこっちの方が上だってことか。こんなの本当に初めてだ。パワーで勝ってコーナーで負けるなんて、なんか情けねえ。ストレス感じちまう。峠のダウンヒルでストレートで勝負するしかないなんて。スイスイ行き上がってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりたい。あ、そうか、京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。知らんねえ、カプチーノってこんなに速いのかよ。あの無敵の86がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。追いついてみせるぞ。よし、わかった。サンキュー。今切り通しのヘアピンを通過したってさ。10メートルから15メートルくらいの差らしいぜ。わからない。86がここまでカプチーノについていけてるのは異常だ。俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。勝負どころの勾配のきついセクションで決められないとしたら、勾配の弱くなる後半の中高速セクションが不安だ。誤算だった。え？86のドライバーの計算できない能力が 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがる。わかる。86のボディ全体から伝わってくる。濡れたアスファルトに食いついたタイヤが滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。アスファルトの上を流れる雨水の量までこの車ならわかる気がする。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。一つ不安なことがあります。ん？エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。だろうな。藤原があの混乱した頭でどういう判断をしているか心配です。カウンターアタックを仕掛けるのは間違いですからね。その通り。さすがに分かってるな。カウンターアタックは仕掛けても
100% 失敗する。ついてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。こっちだって頼りないフロントのグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。さすがの俺も怖えんだよ。理屈じゃない、本能ってやつだ。嫌だよな、雨は。神業みたいなテクニックを持ってる F1 レーサーでさえ、雨の中ではあっさりスピンしたり、コースから飛び出したりする。それだけ雨は難しいってことだ。雨の降り方によって逐一コンディションが変わるし、限界が読めない。この狭い行動ではワンミスでドカンだ。それでも勇気を出して攻めなければ負けるしな。恐怖心とモチベーションの葛藤の連続だ。ダウンヒルは特にな。普通のバトルの10倍は消耗する。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どういうわけだ。確かこういう展開だった。京一さんとのいろは坂でのバトル。コーナリングスピードで勝る相手に対してコーナーでの勝負を捨てる。減速して早めに車の向きを変え、加速に移るタイミングを速くする。アクセルを踏む時間を少しでも長く取るんだ。どう考えても気に入らねえな、俺には。味も外分もなく勝ちに来る開き直りが勘に触るぜ。ダウンヒルで軽さはすごい武器だからな。でもこんな奴らに負けるのは我慢できねえ。もし負けやがったら藤原をぶん殴ってやるぜ。ケースケらしいな。まあ確かに大ピンチなのは間違いない。唯一の希望はこの雨を凌介が望んでいた節があることだ。中盤まで食いついていければ望みはあるのかもしれない。下の方まで来れば勾配はほとんどないし、長めの直線がある。皮肉なもんだな。まったくだ。下り勾配を唯一の味方にして強力な対戦相手たちと戦ってきた藤原が、今度ばかりはその勾配を味方にするどころか、かえってそれに苦しめられてるわけだからな。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕がヘッドライトを遮る。先行を選んだ一番の理由はそれが嫌だったからだ。ただでさえ見えにくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的なほど効かないはずなのに。全く見えないはずの速攻になぜそんな正確に合わせられるんだ。化け物かよてめえは。
ライターローズ The reason they don't know 毎日しか進めないけど食べながら今日も振り潰したい Yo Hates and pain 憎しみだけ増やして Hates and pain そんな戦争ライブ映像Yeah, どこまで洗礼受け続ける全身性